こんにちは、サボテンです。ここは JR 北海道南千歳駅です。本日の日付は3月の11日でございます。なぜ私が、南千歳駅、実はもう急遽来たんですけれども、どうしているかというと、3月の12日に、JR は、ダイヤ改正を行います。そのため、3月の11日に、これは私事ですが、約、学生から6年間お世話になった列車があります。それはキハ283系の特急列車大空号です。本日をもって283系は、特急大空から離脱し引退することになっております。そのため、私は、本日、特急大空のために、ここに南千歳駅に来てしまいました。そしてその特急大空283系が、現在10時ちょっとぐらいですので、あと20分弱ぐらいで、この南千歳駅に釧路から到着いたします。本日は、6年間大変お世話になった、特急列車キハ283系の大空号に、最後の乗車したいと思います。で、切符はすでに買っておりますので、ご安心ください。それでは、キハ283系の大空の番線の、2番ホームにこれから向かいたいと思います。はい、改札されましたので、ではこれから2番線に向かいたいと思います。
が最後の283系に乗ります。自由席車両には多くのお客様が乗車されておりました。
心身ともに多大なるご迷惑をおかけしたこの事故を決して忘れず、安全を最優先とした JR 北海道を作ることを誓い、これからも安全を第一に乗務員一丸となって努めていく所存でございます。今後とも JR 北海道をご利用くださいますようお待ち申し上げております。ただいまご乗車いただいているキハ283系機動車は本日をもちまして釧路札幌間の定期運用を終了し、明日3月12日のダイヤ改正から全ての特急オドロ号が261系機動車での運用となります。特急スーパーオドロ号として運用を開始してからおおよそ四半世紀もの間、多くのお客様にご利用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。終着札幌駅まで残りわずかとなりましたが、最後まで駅波283系との旅をどうぞお楽しみください。
は新千歳札幌降り口左側6番線に到着いたします。新千歳札幌からのお乗り換え列車をご案内いたします。普通列車琴仁方面手入れ行きは4番乗り場から23時5分脱線列車ことに方面停電行きは1番乗り場から23時20分脱線列車ことに停電方面小樽行きは4番乗り場から23時30分特急カムイ47号岩見沢滝川方面旭川行きは8番乗り場から23時5分普通列車大麻六幌江別方面岩見沢行きは7番乗り場から23時22分学園都市線普通列車新琴仁信濃方面石狩東別行きは10番乗り場から23時8分のお乗り換えです。乗りの際お忘れ物をなさいませんよ。座席の周り、荷棚の上などもう一度お確かめください。チケットをご利用のお客様、乗車券のお取り忘れにご注意ください。また25年もの間福祉路札幌間を走り続けてきたキハ283系特急ドラゴン最後の日に皆様と共に走れたことを大変光栄に思います。明日からも特急大空号への変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。本日のご乗車誠にありがとうございました。皆様のまたのご乗車お待ちしております。まもなく終着札幌降り口は左側です。さよならキハ283系どうも6年間大変お世話になりました。それではこの動画はここで終了といたします。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。